ポップティーン TV。 新大久保行きました。初の新大久保です。私3回目の新大久保です。新日本人よ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おいしい。あんこ頼みました。レーピョンはみちみちです。みちみちです。食べそう。これ何あ、キラキラなのな。キラキラしてるよ。かわいい。なんだかな。すごい今日辛いラーメンです。辛ラーメン。すごいいい表情してます。やばいか。西のいたずら。はい、笑って笑って。しんちゃんに来ました。韓国料理の辛いお店らしいです。辛いの大好きなので楽しみです。次からまた通常をいらでいただきます。一斉一緒に食べる。後から来るよ。甘い。美味しい。美味しい。美味しい。マジ辛い。辛い。辛いマジで。ああもう辛い。ああ。なんか辛いのが残ってる。あ、これが辛くないですか。そうだ、辛いのはだからあれだった。うん、もうなんかすごい。辛そうな匂いはしない。おお。いいよ、弓木君のこの表情いいよ。待って、辛そう。これさっきのじゃないですか。絶対いける。辛くない。いやいや、激辛ってやつ。さっきのと一緒。本当？これがピリ辛だ。いや、結構ピリ辛だよ。なんでこれ電車が辛いんですか。どうしたらこの辛いし辛いし。嘘でしょ。いや、トッポギ並みに辛い。そう泣きそう。全然辛くないです。汗がやばくてすごい辛いのにレイペンはこんなこと言ってます。超美味しい。さあ今日はユミチンと新大久保デートしてきました。辛いものも食べれたし、韓国のコスメとかもいっぱい買えたし、すごい楽しかったです。また新大久保来たいです。はい、今日はレイピョンと新大久保に私は初めて来ました。で、なんか辛い食べ物とか食べてすごい辛かったし、韓国のコスメとかも買えて、なんか韓国に来た気分になれて楽しかったです。